何？お前、俺にもあの力使ったの？思い出したんだろ？ライムやってたこと。だったら俺と戦え。それは。I kind of feel like he needs to start weaning himself off of Rhyme before he ends up crying and drooling and slobbering like Mizuki. なんなら今ここでやったって構わないけど。Because Rhyme is gonna one day go out of style too. いや、冗談よせよ。家の中だぞ。ライムはそんなの関係ねえし。いい加減にしろよ。スクラップだっけ？あんたの力。今までもそれ使って好き勝手してきたんじゃねえの？んなわけねえだろ。他人の心を覗いたり潰したりできるってことだろ。ライムでも使えるならやってたんじゃねえの？知らねえよ。ライムに参加してたってことしか思い出してねえし。嘘だろ。じゃあ俺と戦った時のあれは何だよ。だから本当に覚えてねえんだよ。Like, dude, you're gonna have to calm down with the rhyme a little bit. とにかく覚えてないのは本当だ。もしお前と戦った時に力を使ってたんだとしても、今は使い方も何もわからない。そんな状態でもいいって言うなら戦うけど、お前が俺がお前と戦えるって思える時が来たら必ず相手するから、約束する。本当だな？ああ、絶対だ。分かった。今のところはあんたを信じることにするけど、時が来たら必ずだ。分かってる。どこ行くんだ？散歩。See, I don't agree with that. If you don't practice that type of power and be able to master it, then if you ever need to use it again, you can't ever guarantee that you won't end up with another Mizuki. If you practice and use it and master it, then...When you get into another situation, like when a friend needs you, you'll be able to use it and feel more confident that you could pull them out of it. Like, what's the point in like remaining ignorant about it? But whatever, that's my personal opinion about powers. I don't like it when like a person gets a power in like a supernatural show or something like that, and they're just like, I don't want to use it, it's dangerous.But it's like, yeah, it's dangerous because you don't know how to use it. You gotta practice. It's like riding a bike. はい。アーバさん、寝てましたか？ジャック？はあ？
ウィ、はい。ああ、どうした？大変ですよ。落ち着いてよく聞いてください。警察があなたの家へ向かっています。え？なんでだよ。わかりません。ただかなりの人数がそちらへ向かったようです。マジか。とにかく逃げるか隠れるかしてください。うちも警察が動いたせいでちょっとざわついてるので、また何かあったら連絡します。青葉さん、どうかお気をつけて。まぶしい。とっとと出てこい。ここにいることは分かってるんだぞ、このテロリストどもめ。おいべ、machine gun megaphone dude, what the hell? Oh my god, this guy. お前らの罪状はこうだ。不法侵入、器物破損、その他もろ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 、ありとあらゆるものをひっくるめた全てだ。出てこい、世良垣青葉とその一味どもが。オーバー、マスター、ばあちゃん、なんか外に警察がワンサがいるんだけど、つか名指しで呼ばれてるんだけど。 And he has a crazy machine gun megaphone with a scope on it. 面倒なことになったね。ちょっとオーバーちゃん、何がどうなってるのよ。タエさんに頼まれた件の準備が終わったので来たんですけど、なんだか大変なことになってるようですね。あいつらどういうつもりか知らないけど、私たちは青葉ちゃんの味方だからね。そうですとも。ありがとうございます。でも俺にも何がなんだかさっぱりで。トエだろうね。トエ、お前が昨日スクラップを使ったのをモルヒネとやらが報告したんだろう。早速お早く出てこい。来なければこっちから行くぞ。いいな、よし、突入の準備だ。お前たち早く勝手口から逃げな。 Alrighty. Jesus Christ.Yeah, you definitely don't want machine gun megaphone dude to catch you. Aoba, 来るぞ。 Ooh, he looks like a crackhead. Oh no, go away. Yo, just hurry up and beat him. 防御頼む。Oh, Ren is so hot.おい、なんで黙って見てんだよ。最初に狙われたのはお前だ。だからお前がやれ。Oh my god, you fucking ass! あ？なんだそりゃ。アオバ、指示を。It's like help out so we can get out of here faster. それじゃあ。ねえ！大丈夫だ。Don't worry, Ren. He probably threw some crack rocks. 俺のせいだ。ごめん。Dust it off. 気にするな。それより指示を。ああ。
行け。Oh, so you're gonna do something? Okay! Good. No! あっけなかったな、ザコだ。だったら、もっと早く手貸せよ。そうしたらレンだって。Fucking ass. レン、大丈夫か？ああ、ひどいダメージは受けていない。そっか。バカじゃねえの。機械相手にいらねえだろ、そんな心配。Dude.Don't make me regret thinking about you. 何？つか本当にバカか？機械の心配じゃなくて自分の心配しろよ。さっきのやつ、ダメージのリミッターをカットしてたぜ。一発でも当たってたらお前、ただじゃ済まなかっただろうな。でもあんたの言ってたこと、嘘じゃなさそうだ。ピンチになっても何もしないってことは本当に忘れてんだな。お前まさか戦わなかったのはそれを確かめるためか。ああ、 you sneaky。 そうだけど。ゲームアプリの配信だ。またつかこんな時に。お前のとこにも来たのか？みたいだな。どうやら自動再生するタイプのようだ。え？このゲーム妙だな。言っただろ、デモムービーだけが配信されてくるゲームがあるって。けどこの招待状ってのはこれでプラチナジェイルに入れるってことなのか？招待状？そんなもん来てねえけど。マジか？ほらこれ。なるほどね。いたずらかと思ったけど、そうでもなさそうだな。ゲームの方は改造されてるっぽいけど。改造？あのゲームは昔やったことがある。けどあんなシーンなかったぜ。ばあちゃんがさらわれた時にもゲームの配信があった。そんなこと言ってたな。その後ゲームの内容と同じようなことが現実に起きた。だとしたら今回のも何かの予告とか。もしそうだとしたら明らかに罠だな。ばあさん誘拐の予告してきたってことだろう。
今度はメールか。Well, これから羽賀さんと合流する。俺も行く。再戦する前にどっかで死なれたら困るからな。行くぞ。こっちだ。おっと、ここまでだ、テロリスト将軍。な、Mr. and Miss Terrorist。やっと見つけたぞ。もう逃がさんからな。おとなしく観念しやがれ。おい。Should make him eat that damn megaphone. Knuckle sandwich. Oi, 行くぞ。